い、クジラクジラ。なんだね。かわいいオタクの本田翼いんじゃん。いるね。あんな感じだけど、実は動物好きでもあるんだよ。動物好きそうだけどね。今日は本田翼とバター犬の友情物語を話してやっから。バター犬？本田翼はよくレンタルバター犬を利用するんだよね。ちょっと待って。待たない。本田翼はお気に入りのバター犬カイザーを指名するのよ。ちょっと待って。カイザーも他のどのお客様より本田翼にご奉仕することが喜びだったんだよ。待って待って。そんなある日、本田翼の家に派遣されたカイザーの調子が悪そうだったんだよ。ほう。本田翼は一旦洋服を着てカイザーの背中を撫でていたら、カイザーが大きな大きな毛玉を吐いたんだよ。ご奉仕のしすぎでお腹の中に毛玉ができていたんだな。かわいそうに。そこで本田翼は自分が受けていたサービスは虐待だったと気がついたんだよ。それ以来本田翼は友人知人にこう言っているんだよ。ストップ。バター